はい、どうもこんにちは、はちみつチャンネルのはちみつです。この度は機動都市 X の超初心者向け講座を、解説させていただきたいと思います。こちらが今ゲームのメイン画面になっているんですが、ゲームを始める前にですね、右上の設定を押しましょう。はい、こちらが私の設定になっております。左手射撃ですや、ジャイロ、ドアの自動オープン、エイムアシスト、自動取得、自由視点、ダッシュなどがあります。自分は今のところ自動オープンですとかエイムアシスト、自動取得をオンにしてあります。また自分自身はですね、左手射撃を頻繁に使用するためこれをオンにしております。次はこちら感度なんですが、こちらはデフォルトのままで一切手を加えておりません。で、次に操作方法なんですが、こちらが操作方法になります。こちらは非常に、重要な項目になります。まずは、カスタムを押して、こちら、ボタン配置を自分自身で切り替えていきましょう。デフォルトと比べるとかなり、自分は動かしました。最初は2本指、デフォルトの2本指で動かしてたんですけど、なかなかちょっと自分には合わないと思いましたので、ボタン配置を変えて4本指で遊べるように変えましたね。特に武器の配置を大きく動かしたといった感じになっております。はい、で、次にこちらメガカスタムですね。このゲームはロボット、メカに乗って戦うというゲームでもありますので、メカの配置もこちらで自分に合うように調整しておきましょう。はい、こちら、ビーグルですね。変形者ビーグルというものがありますので、こちらで自分自身が操作しやすいものを切り替えるといいかと思います。で、次に、画質設定、自分は画質等を、最低画質に設定しております。その方がフレームレートが出るかなと思って、そんな感じにしております。はい、で、次はサウンドですが、そのまんまにしてあります。はい、で、メイン画面に戻ってきました。左下にメカという項目があります。はい、今のところ5機のメカを、操作することができるんですけども、例えばこのファイアフォックスですね、このロボットが、真下に灰色ではありますが展示中となっております。これがデフォルトでゲーム中でですね、一番最初に選択されるメカになっております。このゲームにはたくさんの、メカがありますので、自分自身の、スタイルに合うロボットを選択していきましょう。はい、で、次に、パイロットという項目を選びます。今のところ2名のパイロットができるようになっておりますが、自分はこちらの、任を、選択しております。はい、自分自身が選択しているメカはこのメイン画面のメカを、タッチしていただいても切り替えることができます。はい、はい、では設定ですとかメカの選択を終えましたら、右下のですね、こちら新モード開放のところを選んでいただきまして、バトルロイヤル選び、今回はソロを選びます。で、こちら決定ですね、押します。はい、ではその上で、ゲームを始めていきたいと思います。マッチングを押します。はい、みんなの大好きなメカバトル大会の実況を勝手に担当。リコちゃんは残り人数、投下補給箱、集結エリア状況を教えてくれます。耳を傾けておきましょう。ゲーム参加者の人数を示しています。矢印のラインは航路軌道、上空からパラシュートします。上のカウントダウンが終われば発射できます。航路軌道の近くにピンを置きましょう。マップを押せばピンを置くことができます。ピンを置いてみました。しかしまだ出発ボタンを押せません。注意、緑色の丸い円の中に自分が置いたピンが入れば出発ボタンが押せるようになります。次
コちゃんと一緒にカウントダウンしましょう。先ほど置いたピンの方角に向かって発射してくれます。ピンの場所まで来たら自動的に飛行ビーグルで降下していきます。移動ボタンと視点変更を使って向かいたい方向へ移動しましょう。フリールックボタン、これを使えば前進しながら後ろを確認することもできます。移動ボタンの上を押しながら視点変更で真下を見ると降下速度が上がるため早くアイテム回収ができます。このゲームは初期装備がありますが弱い武器ですので強い武器を探しましょう。ドア自動オープンをオンにしてあるためドアが自動で開いてくれます。基本アイテムは建物の中にあります。勝ち抜くためにもたくさん回収していきましょう。補給箱を発見しました。入手欄を押せばアイテム回収できます。武器は3つまで所持することができます。誘導ミサイル、一定の距離からメカ限定でロックオンしある程度追尾するミサイルを発射します。対メカに有効的です。火炎放射器、炎をまく近距離に特化した武器です。対人間に有効的です。武器を3つ拾うと初期武器は小さく表示されます。アサルトライフル、安定した武器ですので所持しておきましょう。対人間、対メカに有効的です。入手欄の武器をタップすれば現在使用している武器と入手欄の武器を交換することができます。このゲームには3種類の防具があります。ヘルメット、作戦服、脚部装甲、ダメージ軽減、移動速度アップなどの効果があります。レベルの高い防具にはブースト能力や2段ジャンプできる能力が付与されます。武器、防具にはレベルがあって、緑、青、紫、黄色の順になっています。現時点で脚部装甲は青色を手に入れているため、緑色を拾うことはできません。体力ゲージの近くに簡易的に防具のレベルを確認することができます。窓際や壁でジャンプボタンを押すとパルクールします。青色のアサルトライフルを発見しました。緑色のアサルトライフルを交換して、よりレベルの高い武器、防具を集めていきましょう。ローリングボタン、連続3回までローリングできます。ローリングゲージは時間とともに回復します。移動や逃げるときに多用しましょう。紫色、作戦服を入手するとダッシュに進化します。ジャンプボタン、ジャンプしてくれます。紫色脚部装甲を手に入れると2段ジャンプすることができます。しゃがみボタン、しゃがんでくれます。隠れるときに利用しましょう。エース勲章、エース勲章をたくさん集めるとパイロットのレベルがアップします。その都度体力がプラス5アップしていきます。レベルは右上で確認することができます。モジュールを入手しました。メカスキルのレベルが上がります。レベルの高いモジュールを集めてメカを強化していきましょう。敵パイロットが現れたので倒していきましょう。銃声が聞こえた。消えて、もう戻ってこないで。敵を倒すと補給箱を残してくれます。ありがたくアイテムを回収しましょう。倒した人間、倒したメカ、残り人数が表示されています。また画面の左側にキル力が表示されています。今まで回収した回復アイテム、図面を選択できます。上タブを押せば全部確認することができます。リチャージャーを使用します。メカ出撃時間を短縮してくれます。開幕やメカ大破した時に役立ちます。スケボー図面を使用します。スケボーに乗ると移動スピードが上がります。
ケボーには耐久値があります。耐久値がゼロになると壊れて乗れなくなります。またローリングやしゃがみができません。二段ジャンプを入手してもすることができません。スケボーから降りたくなったら降車ボタンを押しましょう。変形車図面を使用します。戦うこともできる車のような乗り物です。ビーグルには耐久値があります。耐久値がゼロになると壊れて乗れなくなります。ビーグル二足歩行モードは攻撃することができます。100発の弾を発射します。変形ボタンを押せば二足歩行車両モードに切り替えることができます。生き残っているようです。みんな優勝目指して、車両モードは攻撃やジャンプはできませんが高速移動できます。またブーストボタンで加速と煙幕を巻くことができます。メカやビーグルでは建物に入るのは困難です。離脱ボタンを押してアイテム回収しましょう。再びビーグルやスケボーに乗りたくなったら乗車ボタンを押しましょう。アイテムバックボタンです。武器、防具、アイテムを確認することができます。メカスキルとモジュール。モジュールには攻撃、防御、移動、コアの4種類があります。メカアイテム、主に回復アイテムになります。メカとパイロットのアイテム画面を切り替えることができます。入手した武器と防具一覧、アイテム一覧、回復や図面アイテムになります。右上の×ボタンでアイテムバック画面を閉じます。簡易マップを押してみましょう。拡大マップを開くことができました。自分の居場所が表示されています。白色の円の内側は集結エリアになります。オレンジ色の円の外側は危険エリアです。居続けるとダメージを負うので集結エリアに移動しましょう。マップ上にピンを置くことができます。描画ルート、マップ上を指でなぞればルートを描画することができます。マーク全消し、ピンやルートを消すことができます。右上の×ボタンで拡大マップを閉じます。メカ出撃ボタンが 100% になっているのでメカを出撃させてみましょう。メイン画面で選択したメカが一番最初に選べるようになっています。ゲーム中一度だけメカ選択することができます。一度選んだメカはゲームが終了するまで固定選択になります。注意、この選択画面中はパイロットは無防備です。気をつけましょう。選択ボタンを押せば登場するメカが固定選択されます。ファイアフォックスくん、今回もよろしく。メカスキルが右上に表示されるようになっております。ジャンプやブーストを使用するとブーストゲージを消費します。ゲージがなくなるとジャンプやブーストができなくなります。時間が経つと回復します。ファイアフォックスはブーストすると一定時間バリアを発動します。各メカには個性的なスキルがありますので自分の気に入ったメカを探していきましょう。ジェミニミサイルを発動。各メカには固有のスキルが設定されています。メイン武器の弾薬をリロードします。上限はあるものの弾薬は無限です。簡易マップの一定方向に続く矢印は集結エリアの方角です。危険エリアが縮小するまでの時間です。集結エリアまでの距離です。方角、時間、距離を頻繁に確認する習慣をつけましょう。リコちゃんが透過補給物資までの距離を教えてくれました。レベルの高いアイテム、武器があるので優先的に回収しましょう。ただし敵とも遭遇しやすくなるので気をつけましょう。パイロットボタンを押せばメカから降車することができます。
お疲れ様。一旦メカから降車すると数秒間メカに搭乗できなくなります。糖化補給物資を発見しました。糖化補給物資を護衛するメカもいますが、倒すとアイテムをくれるので一緒に回収しましょう。お知らせです。フィールド内に残っている選手がかなり少なくなってきました。大会は間もなく大詰めを迎えます。補給物資に夢中で敵パイロットに気づきませんでした。急いで倒しましょう。命中。スコープを除くと精度の高い射撃が可能です。パイロットはダメージを負っても体力は一定時間を経過すると回復します。糖化補給箱を回収します。定期的に拡大マップを開き、自分の場所や集結エリア、危険エリアを把握しましょう。音響マーク、敵パイロットの足音、メカの音、銃撃音がパイロットの周辺に方角を合わせて表示してくれます。距離によって色の濃度が変わります。気をつけて。前方にメカを発見。敵メカを発見したので、こちらもメカに登場して応戦します。今回もよろしく。ズドン。命中。敵メカを倒すとアイテムを落としてくれます。敵パイロットが攻撃をしてきました。状況にもよりますが、メカが圧倒的有利です。完璧な一撃。よし、次は誰？メカがダメージを負いました。パイロットのように自動で回復しないため、メカ専用の回復アイテムを使用しましょう。リコちゃんが集結エリアの縮小を教えてくれました。残り6名、優勝チャンスです。完璧な一撃。ファイアフォックスは中距離の戦いが得意のため、後ろにブーストしながらバリア展開していきます。気をつけて。前方にメカを発見。エースタイムが発動しました。集結エリアが移動しながら縮小していきます。メカが大破するとメカに乗れなくなります。エースタイムではメカ大破すると登場できなくなるため、その後の戦いで致命傷になりかねません。頻繁にメカ回復をしていきましょう。ファイアフォックス君、突撃。銃声が聞こえた。ファイアフォックス君、突撃。メカ大破したと思われる敵パイロットを発見しました。一方的に攻撃していきましょう。ファイアフォックス君、突撃。よし、次は誰？
ん。敵メカ2機の集中砲火を受けてメカ大破してしまいました。パイロットは上空に脱出するので距離を取りましょう。メカ大破してしまいましたので不利な展開になりました。変形者図面を使用してビーグルで応戦していきましょう。エースタイムでは敵パイロットを狙うのではなく敵メカを優先して狙いましょう。残った敵メカの体力も残りわずか、回復させたくないので攻撃を仕掛けていきます。回復されてしまいました。かなりきつい展開になります。完璧な一撃。にメカを発見。ビーグルも破壊されてしまいました。絶望的な状況ですが今一度変形者図面を使用していきます。奇跡的にビーグルに登場できました。敵ビーグルもいますが敵メカを優先して攻撃します。残り3名となりました。三つどもえのためどんな展開になるか予想できません。敵メカの体力が残りわずか、何が何でも倒しておきたいです。もう一人の敵パイロットがメカを倒してくれました。さらにパイロットまで倒してくれました。1対1です。優勝に大詰めです。敵パイロットはメカもビーグルもない模様。圧倒的有利、攻撃あるのみです。早く隠れる場所を探さないと。手に汗握る真剣勝負。完璧な一撃。消えて、もう優勝です。運よく優勝することができました。人間、メカが混同して戦うゲームですので、状況展開を把握するのが大切なゲームです。最後まで諦めずに戦いましょう。一通り操作説明、ゲームの流れを解説させていただきました。豊富な武器やメカがあるゲームですので、いろいろ試してみましょう。わからないことはコメントしていただければ返答いたしますので、お気軽にどうぞ。では、この辺で解説を終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。